皆さんこんにちは、理工の山下です。お忙しい中、トライバスの説明会をご視聴いただきありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大の影響で仕事の仕方がある意味強制的に変わり、今回はオンラインでの説明会といたしました。この取り組みはこのような変化の時代だからこそ実施する意義がある、そんな思いで開催を決断いたしました。今年で2年目を迎えるこの取り組みですが、昨年度スタートアップの企業の方々にご参加いただいたことで、リコーの社員の目の色が変わってきたことを実感しています。皆様から刺激をいただくだけではなくて、弊社社員が皆さんの事業を応援することで世の中に新たな価値を競争する、そんな場にしていきたいと思っています。今年のテーマは次の当たり前になるです。このテーマに込めた私の思いは、一言で言えばリコーの創業者である市村清の信念、儲けるより儲かるの実践です。つまり世の中に求められるものを新たに作り出せば、新たなものはやがて当たり前になり、社会が豊かになり、その利益をおのずと生まれてくるということなどだと思っています。 With コロナ、アフターコロナで世の中の価値観が大きく変わってくることでしょう。ぜひ私たちと一緒に次の当たり前を作っていきましょう。ありがとうございました。